教会スラブ語は古代教会スラブ語が東、南スラブ語世界に広がった後、各地の口語を反映して成立した文章語の総称。地方ごとの編集はクロアチア教会スラブ語、マケドニア教会スラブ語、ブルガリア教会スラブ語、セルビア教会スラブ語などと呼ばれる。東ヨーロッパ諸国の正教会では、現在でも天礼言語として使われている。古代教会スラブ語と、 教会スラブ語の境界を厳格に定めることは難しいが、便宜的に1100年を境として、11世紀までのものを古代教会スラブ語、12世紀以降のものを教会スラブ語と称する。ただし、ロシアにおいては、現存最古の文献であるオストルミール福音書において、すでに明らかなロシア化現象が見られ、11世紀から17世紀まで文章語として使われた。 教会スラブ語は近代以前においては主要な文章語であり、このために現代スラブ諸言語は教会スラブ語の強い影響を受けている。例えば、ロシア語の語彙の半分以上は教会スラブ語起源で、宗教的、抽象的な意味を持つ語は多く教会スラブ語に由来する。純粋なロシア語と教会スラブ語に由来する語の二重の語形が見られることもある。ありがとうございます。